3D CG の処理によく用いられるグラフィックボード、通称 GPU。 性能は様々なものがあり、 GPU のモデル名の理解は大変だと思います。今回はその GPU の中でも NVIDIA が開発している RTX シリーズを2022年8月15日時点で発売されている GPU に絞って解説していきます。それでは高評価、チャンネル登録をポチッていってくださると嬉しいです。RTX シリーズが GTX シリーズに比べて高い理由として RT コアが搭載されています。この RT コアはリアルタイムレイトレーシングや DLSS が使えます。例えばマイクラでリアルタイムレイトレーシングを有効にすると、画像のように水面に雲や太陽が反射します。普通のシェーダーと何が違ったというと、リアルタイムレイトレーシングは実際に光の反射とかを計算して映像にしているんです。なのでよりリアルに近い光の反射の映像ができます。ただ欠点もあって、実際に光の反射を計算するのでめっちゃ重いです。マイクラでリアルタイムレイトレーシングが使えると配布されているワールドなのですが、確かにめっちゃ綺麗ではあります。ただ FPS がめっちゃ低いです。マイクラってシェーダーなしなら軽く 100fps 出るんですけどね、 30fps 前後しか出てないです。そこで登場するのが DLSS、 リアルタイムレイトレーシングを有効にしても FPS がそこそこ出るというものです。ただまあ144fps とかは出ないので、リアルタイムレイトレーシングは今後に期待ですね。それでは次、RTX シリーズについての解説です。RTX シリーズは今までに RTX20 シリーズと RTX30 シリーズが発売されています。2022年8月15日時点、今、編集時点でのリーク情報では RTX40 シリーズは年末に発売されると言われているので、未来の方は多分 RTX40 シリーズが出るときに動画を作っていると思うので、そっちを見てください。さて、話を戻しましょう。RTX シリーズは過去に 20X0 や 30X0+5 という形で命名されています。例えば、一番上に RTX2080Ti がいて、一番下に RTX2080 がいます。そして、RTX20 シリーズの場合は、後ろに何もついてないモデルが発表された。1年後にスーパーが発表されました。あ、一つ忘れてました。実は、RTX20 シリーズの最上位に、タイタン、RTX があります。RTX20 シリーズの中で一番性能がいいですが、RTX30 シリーズの一部の GPU には性能が負けています。ちなみに、RTX30 シリーズは、スーパーモデルがありません。そして、タイタンもありません。今のところは、TI と、まつびなしのみです。それでは、まつびの英語の意味は理解できたと思うので、次、数字の意味を理解していきましょう。まず、RTX シリーズでも3つのラインナップがありまして、ゲーミング向けは RTX20 シリーズと RTX30 シリーズがあります。そして、クリエイター向けに RTX A シリーズがあります。RTX20、30シリーズは長くなるので、A シリーズから解説しましょうか。A シリーズで検索すると、ELSA の PDF ファイルと、サイドの方が出てきたのですが、今回はサイドの方に載ってる方を解説します。まずはデカ幅帯モデル RTX A2000 と A4000 があります。A2000 は Twitter で見たことがありますね。A2000 はデカ11万円と、お手頃価格です。編集時点では、コムの最安値で、だいたい6万7千円です。中の人の記憶では、ハッシュレートがそこそこ良くて、マイナーの餌食になってた記憶があります。地味に消費電力 70W で、RTX A シリーズのくせに補助電源いらないところがポイントです。次に RTX A4000、定価約16万円です。価格コムの最安値は13万5000円。あんま示しの記憶にない子ですね。次に中間グレードの解説。RTX A5000 と A4500 があります。ミドルモデルのくせに定価30万円ついたミドルモデルの間に合わない価格設定です。クリエイター向けの世界、恐ろしい。価格コムでも35万。なんなら昔より値段上がってます。最後にハイエンド。PC 業界のランボルギーニです。RTX A6000 と A5500。定価は驚きの。A5500 が57万、A6000 が71万です。今更ですが、すべて消費税込みの値段です。いくらクリエイターでも買わんやろっていう価格設定ですね。さすがに扱ってはみせないでしょう。と思ってたんですけど、PC ワンズさんとかが使ってるっていうね。ビビューは、価格コムの最安値でもだいたい69万。もうこれサーバー向きでしょう。A5500 は、もうだいたい予想つくので書かないでおきます。知りたい人は RTX A5500、価格コムとかで調べるといいよ。んで、中の人驚いたのが、RTX A シリーズってメモリ多いよね。それも1cc 付け。 A6000 はなんと 48GB のビデオメモリ。使い切る分野なんてあるんかな。だいぶ長くなってきましたね。もうそろそろ RTX20、30シリーズに移りますか。 BGM のタイミングがいい感じなので無駄な演出を加えてみる。ここから本当の数字の意味の解説です。まずゲーマー向けの GeForce、 クリエイター向けのクアドローの後に GTX とか RTX とか RTX8 とか他にも色々とありますね。この後に続く数字 RTX2080 とか、この4桁の数字には規則性がありまして、数字が大きくなるほど性能がいいです。まず
4桁目の数字は世代を表しています。ただなぜか RTX シリーズは20から始まっていて、一番最初の世代なのになぜか2の数字になっています。多分これは昔 NVIDIA がやっていた NVIDIA ミネムテクノロジーとかの名残なんですかね、知らないですけど。次に2桁目の数字はグレードを表しています。この数字がでかくなるほど性能がいいです。ただまあこれもややこしくて、第1世代ことチューリングアーキテクチャは4シリーズあるのですが、第2世代アンペアーキテクチャの場合は RTX タイタンの代わりに3090があったり、マイニングで GPU の値段が高騰して応急処置として出た RTX3050 など RTX20 シリーズにはないものも多く存在します。もうちょっと細かく加えるとこんな感じ。マツビ TI が一番その数字上で性能が高くて S と訳していますが、スーパーモデルは TI より下で数字のみ、無印モデルよりはちょっと性能が高いです。そして RTX3050 は TI もスーパーもありません。これで数字の意味と TI やスーパーの意味は理解できたと思うので、一つずつどういう人向けかのお話に移ります。まず RTX2060 シリーズ、これはレイトレーシングとかを試してみたいけどできるだけ安くという方におすすめです。ただもっと安くという人は RTX3050、 ちなみに RTX2060 の一連ファンモデルはやめといた方がいいです。夏になると初めの1、2年はいけるんですけど、3年目ぐらいからグリスが固まって冷えなくなって爆音になります。フォートナイトをやるだけでファンがブーンブーンになるので家族に怒られます。笑い、グリス塗り替えたらいい話なのですが、故障消えますし GPU の台を振る時にチップを飛ばしちゃうとと考えると怖いです。まあさすがにストレスしかたまらないので塗り替えましたけども。そして RTX2070 シリーズ、数ヶ月前まで使ってたやつです。ちな RTX2060 は2年半前に使ってました。 RTX2070 についてですが、特に悪い点はなかったと思います。ただ 240fps 貼り付きや 3DCG でレンダリングしまくる人は満足できないと思います。ちょっとだけブレンダーやる程度ならいいんですが、ブレンダーでガチの映像作品作るのなら最上位の GPU が必要だと思います。まあ性能そこそこで値段もまだお手頃なので2060じゃ物足りない方におすすめですね。 RTX2080 シリーズは 240fps を目指す一向きです。ただぶっちゃけ RTX2080 スーパー買うぐらいなら TI 買った方が性能差的にはいいと思います。 RTX2070 スーパーから RTX2080 スーパーへの乗り換えはあまり実感する差はなかったです。このクラスになるとフル HD165Hz モニターにはオーバースペックということでしょうか。ただ4ピンモニターやフル HD240Hz モニターなどでは活かせれると思います。一応レンダリングの分野とかならまだ性能差はあるから悪い買い物ではないとは思いましたね。話を戻しまして、コスパはハイエンドクラスでは求めてはいけないものです。そして最後 RTX タイタン、こんな高いもの主は持ってないので、スポンハが見ますと VRAM をいっぱい使う分野向けです。 RTX A シリーズより安く多くの VRAM が欲しいならタイタンという感じです。ぶっちゃけもう RTX3090 の方が安くて性能もいいので今の時代で入らない子ですね。パソコンの世代の世代交代は早いなといつも思います。それでは RTX30 シリーズを一つ一つ語っていきましょう。まずは RTX3050、 ぶっちゃけこの子は不遇な子です。マイニングでグラボの値段が高騰しまくってグラボが買えない人向けに RTX のローエンドモデルが出たという感じ。ただ数ヶ月後にビットコインもイーサリアムも暴落した上、イーサリアムでマイニングができなくなるって言うんだから、マイナーが RTX3080 などのハッシュレートのいいグラボをマイニングリグ解体して元取れなかった分を付けさせるために投げ売りされてグラボの価格が崩壊、数千円足したら RTX3060 買えるんだから誰にも買ってもらえない始末。それだけでは済まず RTX4090 がもうそろそろで発表というリーク情報が出て、 RTX30 シリーズの在庫処分で余計に値段が下がる。ここを編集してる時点で9月19日なのですが、9月21日0時に RTX4090 の発表があるみたいなんですよ。だから余計に在庫処分するために企業が焦ってグラボの価格がぶっ壊れる。そして9月18日 EVGA がグラボ市場から撤退することがネット記事に出始め、ことの重大さを身にしみて感じましたね。今更ですがマイニングとは暗号通貨、ビットコインやイーサリアムなどのお金のやり取りの処理に CPU や GPU を使うのですが、 GPU の方が効率がいいんです。それでそれがどうやねんって話なんですが、その処理って自分のパソコンの性能を貸すことができるんです。ただ報酬がないと人間やる気が出ません。だから報酬としてその暗号資産が少しもらえるんですが、本当に少しすぎて普通なら電気代で赤字です。ただ2021年に入って急にもらえるお金の量が増えたんです。それで電気代払っても黒字になりますから、 PC を貸すだけで数万円月に稼げるという夢のような時期だったんですね。それが崩壊したんだから、そりゃグラボの投げ売りが始まるわけですよ。だいぶ省いちゃったので細かい話は概要欄にでも載せておきます。やる気があれば。ちなみにもう今はイーサリアムが移行してマイニングはできなくなったし、
ビットコインも暴落して黒字にはならないのでやらないことをお勧めします。話が長くなりましたね。それでは RTX3060 シリーズ、このグラボ、コスパがすごくいいです。12世代 i3 で組むなら、10万円前後で RTX3060 乗せちゃいます。コスパがすごい。RTX3060 シリーズでした。RTX3070 シリーズは、4K ゲーミングとコストパフォーマンスです。4K でゲームしたい。ただ、お安く、手法はおすすめ。次に RTX3080 シリーズ、こやつ、マイニングのハッシュレートが良くて、めっちゃないな。マイニングをする人、見かわられた記憶があります。そのため、市場で投げ売りされて、今や、新品でも10万円切ってます。RTX2080Ti で物足りない人や、プロゲーマーにおすすめ。最後、長かった。RTX3090 シリーズ、ほんとね、各界、一時期30万超えてて、今は15万円台、安くなったとはいえ、一台 PC が買えるレベルです。どういう方におすすめかというと、ロマン好きな人や、最上位しか買えない人、クリエイターの人におすすめです。アドビはクダコ使うらしいから、そういう人向けでもあるね。細かいことは知らないですけど、は、やっと解説終わった。最後にまとめですね。あ、長かった。お疲れ様です。最後のまとめですね。まず、フル HD ゲーミングでおすすめなグラフィックボード、上から順に、RTX3060、RTX2070、RTX2060 あたりでしょうか。新品でフル HD ゲーミングをしたいのなら RTX3060 です。ちなみに RTX3060Ti は全世代の最上位、 RTX2080Ti や RTX TITN の性能を上回っています。そのため 4K でもそれなりの動作は期待できます。ただ 4K でもフレームレートをバリバリ出したいのならそれより上を目指すべきだと思います。そして次に RTX2070 と RTX2060 です。今買うのなら中古になると思いますが、中古だとどのような環境で使われていたのかがわからないのであまりおすすめはしません。ただ少しでも安くしたかったり安く落札できたからという理由ではありだと思います。でも RTX2070 でも 4K60fps が軽いゲームならできますが、 FF15 などのタイトルでは厳しいと思われます。中の人が持っている RTX2070 スーパーの FF15 ベンチ、高画質 4K での記録では30-40fps 台を記録しています。画質落とせばできるけど高画質 4K は厳しいかなといった感じ。フル HD 高画質は 80fps 台で安心して使えます。この下の RTX2060 グレードではもっと 4K は厳しいと思います。ちなみにフル HD でごついグラボは欲しいのなら RTX2080 もいいかと。コスパはあまり良くないですけど。それでは次、 4K ゲーミング、コスパよくそこそこの 4K ゲーミングが欲しいなら RTX3070 がおすすめ。今や6万円台で買える上、4K でもそこそこの性能を発揮できます。調べてみると、RTX3070 は FF15 ベンチ、標準画質なら 50-80fps 程度出るそうです。高画質じゃないです。標準画質です。そのため、4K 最高画質で 60fps 張り付きは RTX3080 がおすすめです。最近10万切り出して手が出る価格になってきています。あとは、FPS ゲームで RTX2080Ti じゃ物足りん。ただ、RTX3070 っていうのもな、って人におすすめ。残っている RTX30 シリーズはあと3090のみ。ということで、最後、RTX3090 です。もうこれは、ロマン、性能も最強です。フル HD だとオーバースペックすぎますし、4K でもめっちゃ FPS 出るらしいです。あと、性能を見る限りレンダリングも早そうですね。3DCG 強そう。これで全て解説終わったかな。あ、RTX3050。できるだけ安く RTX を体験したい人向けです。まあ、2万円で売られてたらありじゃないかな。まあ、ゲームはあんまりしないし、動画編集も基本 CPU って人向けですね。次の章で最後です。飛ばしたい人は飛ばしてもらって構いません。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、PC 系の解説やマイクラ実況などをしています。今はまだ、チャンネル登録者様が少ないので、チャンネル登録者をポチって言ってくれると嬉しいです。高評価は、まあどっちでもいいよ。説明下手やなって思ったら低評価ポチって言って、このグラボ、もうちょっと性能高いよ、とか、そういうのがあったらコメントお願いします。9月21日、午前0時に発表らしいですね。この動画の編集時の2時間後です。RTX4090 が発表されたら、すぐに動画あげますので、暇なら見ていってね。それでは、ご視聴ありがとうございました。